はい、えー、速報が入ってきました、女子のフリースケーティングが始まってますよ、僕はね、ちょっと前半の選手たちの、ね、滑走ワンセグで見ることができないので、えー、あの地上波はね、地上波しか見れないんですよ、だから、えー、前半の滑走は見れませんが、後半からね、参戦しますよ。うん で、えー、タップダンス、アナリさんありがとうございます。速報をいただきました。えー、速報なんで、縦画面になってしまって、えー、申し訳ないんですけども、えー、女子フリー第1グループの速報です。はい、えー、皆さん見てますか大場みなみ選手が、えー、フリースケーティング109.27ポイントですね。109.27ポイント。で、総合が164.96ポイントということになったようです。うん でえー、ラストのルッツだけは残念ということでルッツジャンプ失敗しちゃったんですねでも僕大場選手っていうとルッツジャンプやらなかったイメージがあるのであのルッツジャンプをや挑戦してるしさらにあの後半にルッツを入れてるラストにルッツを入れてるっていうのはこれは驚きですねどんな演技になったのかなうんあそして他は回転が足りないものがありましたがすべて着氷タイタニックだったんですねあ見たい すごいみたいです。昨日のね、大場みなべ選手のショート、まだ見れてないんですけど、ちょっと、えー、動画があれば見たいなと思います。で、えー、しかし本当に演技が安藤美樹さんに似てますねということなんですよね。うん、えー。すごい昔から似てるんですけど、でも今回も安藤さんに似てたということみたいですね。えー、とか言ってたら、キスクラに安藤美樹さんご本人がいたということですね。えー、なんか面白い感じがあるんですけれども。 うん、振,り付け振り付けも安藤美キさんがじゃあ振り付けをした感じなのかな。うんはいえー、そして、本田真ン選手はフリースケーティング100.80ということになりました。で合計が156.53ということは、えー、オーバーミやビちゃんを上回ることができなかったとっいう感じですねで。オーロラカラーの新衣装ということで、すオーーラカラーですね、うんえー、ジャンプは、えー、3つのミスがあったようです。 結構ミスしちゃった感じですね。えー、決まったジャンプは全盛期の頃とそんな、そんなに変わんないっていうことかな。ので、あと一歩かなというとこみたいです。このまま現役を続けていったら4年後にはチャンスが訪れるかも。あの、僕ね、ホンダ・マリン選手のノービスの頃とか見てみたら、いやー、この子もっともっと、えー、精細、えー、もっともっと上に行ける選手かなって思いましたね、正直言うと。うん。ノービスの頃とか見てると、本当にね、 あのーまあ、このままいったら彼女、世界トップになるんじゃないかなっていうぐらいの、えー、色,気と色気というかまあ質の高さというかジャンプというか表情とかも含めて素晴らしいんでちょっと惜しい気がしますね、本当に。うん、なんとか彼女、成長をもう一回再成長できないかどうか、えー、練習嫌いって言ってるんでねそこがちょっと問題かなと思うんですけど。はい そして籠谷歩美選手ですね、はいえー、彼女はあのーえー、三原舞依と坂本花織、同門ですかね、う、え、れ、ー、しき、えー、ショートプログラム通過、フリースケーティングが102.59ということみたいです、でえー、合計158.39ということになっているようですねで、ダブルアクセル、ダブルループ、ダブルトーループは初めて見ました、これは面白いですね。 普通ダブルアクセル、ダブルトーループ、ダブルループなんで、ループとトーループが入れ替わってる感じですね。これは僕も見たことないですね、多分。うんえー、冒頭のルッツ転倒だったんですね。ルッツジャンプは転倒しちゃいましたが、他はなんとか降りました。うん 見られそうで見られない、スピードが落ちそうで落ちない、不思議な技術を持った選手という印象です。あのー、確かに言われてみると不思、不思議にスケートのスピードが出るような感じが出るかなっていう印象があるんですけど、まだ最新の動画とかを見てないんで、あれですね。で、158.39っていうことは、大場みなみ選手がまだこの時点でトップですね、うん、籠谷選手が2位という感じかな。はいあ そして白岩選手、えー、どうした,ったんですかフリースケーティング88.96で合計145.89ですねうわあ。しかも演技前から涙ですか。怪我かなえー、どうしたんだろう何があったの怪我かなどうしたんだろうジャンプのミスも相次いでしまいました。相当な不安があったのでしょうか見ていて引き締め,引きつ締められる、つけられる演技でした。頑張って。うわどうした,ったんだろう白岩さん。何があったんだ 怪我をしちゃったのかな？不安が大きかったのかな。わかんないですね。どうしちゃったの？最初から涙っていうことなんですね。いやーちょっと心配です。うんで。えー はいえー、そして荒木奈那選手、あ117.14ということで、174.25ですね、K が。ってことは、荒木選手がこの時点でトップに立つという感じですかね。えー、ジャンプはすべて成功です、えー。いや、すごいですね。荒木選手、やっぱり安定感のある選手なんで、えー えっと、やはり彼女のジャンプはクリーンで迫力がありますね。えー、スピンやステップでやや取りこぼしはありましたが、素晴らしい演技といってもいいでしょう。あ、少し取りこぼしちゃったんですね。でも、えー、そう思うと、やはりショートのミスが残念でなります。ショートね、なんかミスしちゃったということみたいなんですけどもね、えー、彼女はここにいるべき選手じゃない、もっと上に上がっていくべき選手なんで、ちょっと、えーね、出遅れてのスタートですが、荒木選手がこの時点で、えー、トップですかね。 そして、竹野里ーナ選手がちょっとミスが多かったということですね。フリースケーティング83.48ですね。100合計141.84ということで、えー、白岩選手を上回ることができなかったのかな。はい。えー、ジャンプ5ミスですね。5つミスしちゃったということです。かなり多くのミスですね。えー、これは悔しい。えー、前半のルッツで、えー、かなり激しく点…ンああなるほど。 ってことは、これが痛かったのかな、うん。身体的にも精神的にもかなり痛かったというふうに思いますね。その影響がほぼ大いたんでしょうか。中盤のコンビネーションジャンプ、日本は頑張りました、えー。割と明暗がはっきり分かれたグループでしたということで、五輪代表争いに注目されがちですが、それでなくても全日本というのは特別な舞台なのですね。いやー、僕もちょっと見たかったんですけど、FOD 見れないんですよね。 まあ残念なのでちょっとねでも、えー、タップダンス柳さんのおかげで、えー、僕は、えー、コメントでも楽しむことができたんでね、はい、ただちょっと白岩さんが涙で、ね、ちょっとこれが心配だったっていうのと印象的で、えー、大間みやびちゃんの演技気になりますね彼女、うん、社会人スケーターとしてすごいこう頑張ってるので。 えー、さらに現役も続けていってほしいなって思いますね、本当に。いやー、でも、大場さん、すごいですね、もっと評価されるべき選手ですね、彼女ね、うん、点数とかいうことじゃなくてね、はい、本田真凛ちゃんは、もう本当に練習嫌い治ったのかな、うん、どうか分かりませんけど、えー、荒木七選手が現在トップといった感じで、今、第2グループがね、演じてる最中なのかなって思いますね。はい えー、それでは速報をお伝えしましたトップダンスのゆきさんありがとうございます。